ただいまラジオパーソナリティのフリークサトルと時を生きる原直子です。今日も JA 佐賀駅前スタジオからお送りしております。はい、今週も別々のスタジオからですけれども、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ始まりました、はい、金曜日ただいまラジオ、はい、この2人でやってまいりました、はい、やってまいりましたよ。もうめっきりね寒くなってきましたけれども。寒いね。この番組でね、毎週毎週この時期になって取り上げております、はい、冬物の、はい、布団を出すのか出さないか問題、はい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 、まあもうね、もう僕は早々に出しておりますけれども、はい、こうなってくると、毎日湯船浸かるのか問題も出てきますよね。出てきますね。シャワーじゃもうちょっとシャワー浴びた後にお風呂って寒っ寒ってなっちゃうもんね。なってくるね。難しいところです、こんなのほほんとした、話題から始まりましたが今日のテーマはですね、はい、密かな楽しみということで。密かな楽しみありますでしょう。ありますでしょう。皆さんお風呂ありの、まあ、アイスなのかビールなのか、ビールなのかどちらですかっていうか、その俺あれなんですよ。何何、うん、お風呂入ってから、はい、お酒飲みたくないんですよ。え、どういうこと？お風呂上がりに一杯じゃなんか嫌なんですよ。なんで？お風呂入るまでに飲んどきたい。なんかもう飲んだわーってなって、うん、ーんってなってそこでなんかそのまんまうーんって寝たらなんかすごいダメな気がして一回こうシャッとしないとと思ってお風呂に入ってから寝る。だそういうちょっとなんか自制心みたいなのは生きとるんやね。まだなんかそのまんまうーんってなって寝るのがいいんや。いやー慣れないです。ですよ普通。てか基本的にあんまりそのお酒飲んでもそのベロベロにならないタイプ。そうなんや、うん、酔っ払うけど。でもなんかもうダメみたいなとか、なんか寝ちゃう人とかいるじゃないですか。あ、めっちゃそのタイプ。あ、全然ないですねそれは。はあ。ゴリゴリにシャキッとしてますね。ゴリゴリにシャキッとしてます、なんならちょっと酔っ払ってるふりしちゃいますね。もう酔っ払ったなーとかじゃないですけどなんでそんなちょっとあの女性っぽい帰れないとかじゃなくて本当にどんなイメージ？ちょっとあれだな、酔っ払ってってるなみたいな。でみんなでわー楽しんでウェーイって言って、ちょっとみんな次どうするみたいな感じで、うん、次行く次行くってなって、みんながいやちょっと先に帰らせていただきますとか言われたら、うん、あマジかそっかじゃあお疲れ様でしたってそこでシャキッとできるいきなりパーン切り替えスイッチオンオンみたいなね。まあね、密かな楽しみ皆さんあるでしょう。ありますよね。子供さんがいらっしゃると子供が寝静まった後に、うん、自分の趣味の時間とかゲームしたりとか、うん、いろいろありますよね。密かなですから。密かな、サトル君はちなみに何かありますか？密かな、密かなやつですか？ですね、僕はまあでも密かじゃないもんな。何？誰にも怒られないし。確かに何か密かにじゃなくてオープンにやってそうだよね、サトル君って。うん、誰にも怒られないですもん。何がじゃあ楽しみですか？いやもうまあ普通に仕事終わってゲームするとかでも別になんか密かにしなくていいもん。いいもん公にしてるもん。公にしてる。なんならゲームで配信したりするし。そっか、そっかそっか。なんかみんなにさ、例えばさ、こうダイエットしてるんだよね、うんうんうん、とか言ってて、うんうんうん、でも家帰って密かにちょっとちょっとダイエットのその1週間に1回だけ、うん、ちょっとアイス食べちゃおうみたいな、はいはいはい、スイーツ食べちゃおうみたいなのが密かな楽しみです、うんうん、そうそうそう、大々的にやってますから僕のゲームに関しては自制心ゼロ、うん、そっかそっかそっか。サトル君にはちょっとあんまりぴったり来ないあれだったな。密かなと言われるとですね。でもなんか今日は皆さんのそのメッセージとかを見ながら、はいはいはい、あ、それそういうこともあるのかみたいなそういう家庭ってそうなのかみたいなのとかも、まあ、まあちらほらちょっと来てるので、はい、いろいろ来てます。今日紹介していきたいなと思いますので、はい、まだまだメッセージ募集しておりますので、はい、皆さんよろしくお願いします。メッセージはファックスまたはメールでお寄せください。ファックスは 0952-25-5650 です。メールは NBC ラジオ佐賀ウェブサイトからお待ちしています。オープニング
ングナンバーは山下達郎で未来のテーマ。さあ今日のテーマは密かな楽しみでございますが、はい、たくさんメッセージが届いておりますので、ご紹介していきたいと思います。はい、はい、じゃあはい、ジョアンナさんからいただきましたよ。サトルさん、ハラちゃん、おはようございます。はい、今日はいいお天気ですね。そうですね。日曜はサッカーアビスパ福岡の応援ソングをサトルさんがソロでベスト電気スタジアムで歌われるとのこと。はい、フリークメンバーみんな野球部だったけどサトルさんはサッカー部でしたよね。嬉しいでしょうね。派手にぶちかましてきてください。はい、そうなん。あ、そうです。え、この度ソロな、アビスパ福岡さんの応援ソングを、僕中垣サトルで歌わせていただきます。マジ？あの作詞作曲は松隈健太さんが、あのビッシュとか。マジ？はい。え？いろいろマジ？それはマジです。マジ。で今週末歌います、スタジオ。歌うんだ。はい。アビスパだって今絶好調じゃないですか。もうなんか日本記録を塗り替えようとしてるらしいですよ、 J リーグで。やばくない？今12連勝中。それでサトルくん、やめてよ。サトルくん勝つから大丈夫、絶対勝つから。あれでどうなろうと思う、それは俺のせいとかじゃないか。まあまあまあ、そうですけどね。頑張ってください。頑張ります。え、まだいけるんですかね、サッカーのそれって買おうと思えば。いけるんじゃないですか。いけるのかな。はい、ぜひぜひね。ベスト電気スタジアム博多ですけども、はい、ぜひ皆さん。すごい、きなり一発目のメッセージ、はい、告知みたいな。いやいや、あ、ちゃんと楽しみもジョアナさん書いてくれてます。はい、私の密かな楽しみは仕事帰りに自分だけに買う甘いものです。ん、100円前後と決めてます。菓子パン、100円のクレープ、プリン、ゼリー系です。ひとまず自分にご褒美をあげてから夕食を作り始めます。なかなかやめられません。わかる、これ。自分だけのっていうところがポイントですよ、ね、そう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 、みんなに買うわけじゃないですか、家族みんなとかじゃなくて。ジョアナさんがどういう家族構成かわかんないですけど、うん、そのなんか仕事終わり、うん、でさ、ちょっとまあ疲れてるじゃないですか、はい、で夕食作らないといけない、でその夕食を作るためのエネルギーを補充しないといけないわけですよ。はい、わかる、この気持ち。あー、なるほどね。そう、俺あれだわ、それで言うと、そう、スイーツではないんですけど、はい、その昼間らへんに、うん、なんかその一日の中間ぐらい、うん、よし午後も頑張るぞみたいなのって、そのオフィスの皆様は結構そのスイーツとかチョコレートとか食べたりされるじゃないですか、うんうんうん、コーヒー入れたりとかね。僕あれっすね、エナジードリンクっすね。あー、めちゃめちゃ好きで飲んでるよね、奥もう大きいやつやばくて、好きすぎてなんかスポンサーつけぐらい思ってる。いや、つけっていう言い方じゃつかないよ、そんなぐらい楽しみ、楽しみ。何がそんなに好きなの？普通の何、炭酸ジュースじゃダメなの？味ってか味が好きなんですよ、あれの。私も最近なんか飲む機会あって、あ、サトルくんよく飲んだるやつだなと思って飲んだんですけど、うん、甘くない、なんか。いや、もうなんかさ、何が入っとるとみたいな、ほんとこれな、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 何みたいな。自然の味じゃないやん。うん、自然の、ほぼほぼ自然の味じゃないわ世の中の食べ物です、ね、そうやけど、何や自然の味。いや、ほら、土か土じゃん、海と土か。もう極端すぎる。そのなんかね、野菜の素材のね、甘みとかさ、うん、それがもう本当好きですね。へー、だから俺あの先週ですか、はあ、このハラちゃんがやってるその舞台を、うん、見に行かせていただいた時に、うん、そのあのただいまラジオリスナーの、うん、テイカーさんかな、テイカーさんがその隣にいたっていう、はい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 、僕が見てる席の隣にいたっていう話されたじゃないですか、はいはい、その時俺マジでエナジードリンク握りしめてました恥ずかしいね、今この話してからちょっと恥ずかしいと思ってテイカーさんにニヤニヤされるって今思ったこれ聞きながらテイカーさんにニヤニヤされてるって思ってた。そのぐらいまあ好きで、そのまあスイーツみたいな感覚で、やっぱ楽しみですね。でもうなんかそれはちょっと密かな楽しみになってます。それはなんでかっていうと、はい、なんかもういろんな人に
なんかいつも飲んでるから、うん、また飲んでるって言われるんですよ。でフリークメンバーも結構みんな好きで、特に元気、はいはい、がすごい好きで、うん、なんかその筋トレをする人のそのトレーニング前にその糖分取ってないとフラフラになっちゃうから、うんうんうん、で糖分を先にあの強めに摂取するっていう意味でエナジードリンク飲んだりする、はいはい、そのトレーニーっていうか、なるほど、筋トレボディビルダーの方とかもいるらしくて、それで飲んでて、僕はなんか普通にその味が好きでハマっちゃったみたいな感じですけどね。ひそかな楽しみね。飲みすぎも良くないですよってたまに心配されます。本当よ、はい、な感じですね。もう本当にたくさん、ね、来てますので、後からまたあのテイカーさんからメッセージ来てますので後でご紹介しますね。わかりました、はい、じゃあ一旦ここで曲に行きたいと思います、はい、中島美嘉で火の鳥。さあメッセージ、はい、私がご紹介してもいいですか。お、はい、テイカーさんからいただきました。あ、来ました、テイカーさん、お願いします。原さん、スダルさん、おはようございます。おはようございます。原さん、先週の舞台お疲れ様でした。めちゃくちゃ笑わせてもらいました。ありがとうございました。ただモヤモヤしてることが一つ。お、なんすか。日曜日前半の舞台直前、隣に座ったのがまた金髪の男性。え、木曜日に隣に座った金髪の方が偶然サトルさんだったのは先週メッセージさせてもらったんですが、まさかまたサトルさん、はてな。でも原さん出てない日曜日前半の舞台見に来てないですよね、うん、サトルさんのヒントになるノートパソコンが見れず全く自信がなくて見に来てないですよね。このモヤモヤ解消させてください。待って、なんで俺のヒント、ノートパソコンノートパソコン、ノートパソコン持ってない日もあるよ確かに、いつもいつも持ってるわけじゃないですよ。うん、そのノートパソコン持ち歩いてるのはあれ、もう本当にノートパソコンさえあれば曲どこでも作れるんですよ。うんうんうん、だから持ち歩いてるけど、持ち歩いてない日もありますよ、もちろんどうやろう、モンスター持ってない、僕じゃないです、僕じゃないです、僕じゃない、じゃないそうです。マジで金髪がもう一人いたらしい。俺がドキッとした金曜日、金曜日は、いや、ね、日曜日、日曜日、うん、日曜日って俺何してた、知らない。日曜日ね、何してたって知らないですね。日曜日は何してたか覚えてないですけど、でも行ってないです。あ、よかったです。超行きたかった。いやマジあれ何回も見たよ。嬉しい。もう本当にね、あの時行きファンになった。やったー。あ、超おもろかったもん。サトル君安心してください。1月に東京公演があるんで、ぜひ。ええ、同じ内容で、同じ内容で行こうかめっちゃファンなっとるやん。あれは配信ないんですか。配信はどうだろう、わかんない。あー、ねマジね、はい、そのなんていうんですか、その、ま、作品ももちろん面白かったんですけど、はい、なんかやっぱその劇団って、はい、いいなって思って。おー、なんかそのメンバーで作るその、はいはいはい、一つの舞台、はい、でなんかまた違うその何脚本のやつも見たいってなる。あー嬉しい。全然ね、脚本家さん今回はチュートリアルの徳井さんだったから、もうほんとコントによってるけど、うんうん、普通はもっとこう歴史的な背景の本当のなんかちょっと戦時中の疎開先の女性たちだけのお話とか、うんうん、初めて世の中にキャビンアテンダントっていう職業が生まれた時のお話とか、いや、みたいな、そういろいろあるんでね、ぜひ皆さん時を生きるで検索してください。はい、で、そのテイカーさんの楽しみ言っていいですか。あ、そう、そこが本題です。あ、本題。今週のテーマ、私の密かな楽しみは、はい、会社の昼休憩中に、うん、喫茶店横の本屋で漫画の新刊出てないかチェックして喫茶店に入ることです。読みたかった新刊が出ていたらすぐに購入し、喫茶店でゆっくり読み、手帳に隠して会社に戻ってます。そうだ、昔のあのなんか授業中に教科書の裏に漫画隠してるみたいな感じの状態、めっちゃおもろいなそれいいですね。さすがに漫画ね、こう手に抱えてデスクに戻れない感じなんでしょうね。なるほどなるほど、あるよね。出てないかな、なんかその発売日にさ、うん、置いてあるとこと置いてないとこみたいなのあるじゃん、うん、福岡ってちょっと1日遅れとかじゃないと、うんうん、なんかドキドキワクワクしながらね、チェックしたりね。いいですね。はい、まあ、まだまだ紹介したいんですが、はい、ちょっと一旦ここでお知らせです、はい、ただいまラディオ、 ラディオ
介していきましょうかね、はい、こちらいいですか、はい、ラジオネームともしげさん、はい、ともしげさんですね、いただきましてありがとうございます。福岡県浮橋のともしげです、はい、どうもプライベート、原ちゃん、サドル君、おはようございます。おはようございます。今週のテーマ、密かな楽しみですが、はい、1週間に1回のお酒を飲む時間ですかね。僕の仕事は朝の出勤時間が不特定なので、うん、毎日お酒を飲むことができません、はあ、なので水曜が休みだから火曜の夜に飲むことにしてます。はあ、はあ、大変ですね。消防署かなんかそのどう、あ、非常勤みたいな。確かにそっか、運転される方とかはあれですもんね。でしかも朝の出勤が不特定、決まってないってことが、もう明日は何時に来てくださいって言われたりとか、うんうんうん、大変だよね。そうなってくると、まあお酒ね、そうだよね、明日は何時になるか分かんないから今飲んで大丈夫かなみたいな、うん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 、早かったらどうしようみたいなことですよね。そっかそっか1週間に1回か、うん、なかなかね、うわそれはもう早く火曜の夜なんねえかなってなる、なるね、なるねなっちゃうね。それはそういう制約があったらねいいですけどね。ないですもんね。あんまないですね。あんまないですよね。ありますか、なんかこう生きてて制約というか。生きてて、まあ、あんまないですよね。ある、まあ私はその朝の番組をねテレビの方ですけど、まあ、別にやってるので、うん、それに関して言うなら、まあその一緒でちょっと夜ご飯飲みに行ったりするのはちょっと控えかなとかは思ったりしますけど、あ、まあ、それぐらいですかね。でもあれか、そもそもそのさ、行きたいみたいな感じではないかったらさ、うん、もうそんなにもうダメだ、やだとかならないってことでしょ。まあね、なんかわかるもん、なんかあのお酒飲むけど、はいはい、なんかもう飲み行きたい、うわーみたいなのはなくてうわーみたいなのは、ね、なんか飲まないなら別に飲まないでも別にいいかなっていうあとサトル君はほら、密かな楽しみってさ、みんな何かの制約があるから密かな楽しみなわけじゃん、うん、もうサトル君はさ、楽しみがもう全てオープンだからさ、うん、イエーってならないよね多分ね。でもなんかその好きなものを好きなだけ買うっていうのはさ、はい、やっぱそのできないんや。あ、それは洋服とか、洋服とかマンションとか車とか、スニーカーとか。ああ、はいはいはい、はい、だからなんか数ヶ月、でも数ヶ月ほどないな、2ヶ月に1回ぐらいこう新しい靴とか買うのは密かな楽しみかもしれないですね。ああ、はあ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 、いいねいいね。そういう、そういう感じ、こういう感じか、そういう感じだと思う。そうね、毎日は靴買えないけどみたいな感じ。そう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 、何も気にせずみたいな感じじゃなくて、そのしかも靴ってさ、うん、入るスペースが結構限られてくるんですよ。確かに靴箱のね、うん、でも本当好きな人ってもう部屋に飾ったりとかするやん。らしいね、なんかいらっしゃるよね、うん、スニーカーコレクターの方って綺麗に箱に入れてさ、うん、部屋に積み上がってるみたいな。うん、そんな感じではない。そんな感じではないから、なんかちょっと迷う、部屋に飾るまではないかな逆にねうん、なるほどね。密かな楽しみではありますけどね。ないんですか、なんか密かな楽しみ。私ですか、うん、ありますよ。聞きます、私の密かな楽しみ、うん、あの軽めのやつで、軽めのやつあの夜に散歩する、うん、なんかこう街が寝静まった空気の中散歩するのがいいんですよ。ああ、人がいない感じと。人がいないし、なんか、あ、街が寝てるってなるのが。何、街マウント取りに行ってんの。みんなは寝てるけど私は。いや、そうそう、いや多分そうなんだと思う。みんな寝てるみたいな時に散歩するのがすごい好きですね。え、もうそれ何もなく散歩するの。何もなく、なんかどこに行こうとかでもなくて、気分気分。へえ、なんか唐突に、うん、
シーンってしてるじゃないですか夜中、うん、散歩しようみたいな。俺の家の近く全然シーンとしてないんですよね。なんかいつもパトカーがうーうー言って全然その気持ち味わえない。そこの地域で散歩するのは危なそうやね。ちょっと、うん、治安はいいですよ。だからあ逆にね、パトカー逆にね、確かに通ってるから、シーンとしてるのがいいんですよね。いいですね。なんか大人な楽しみですね。そう、ひそかひそかに散歩してます。これこそひそかですね。もう本当にいろんな意味でのひそか。はい、この後502室です。ましょう、はい、いいですか。こちら、はい、東京の美穂さんからです。東京です、はい、サトル、ハラちゃん、おはようございます。はい、日に日に寒さが増してます ね、 そうですね。お二人は体調大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫です。私は毎朝飲むカフェラテがホットに変わっていて、寒くなってきたのをより一層感じました。わかります。私も今日ホットコーヒーです。あ、マジで。え、これも本日ホットコーヒーを買いに来ました。本日ホット、おー、寒いなと思って。そんな時期ですね、はい、さて今日のトークテーマが密かな楽しみとのことで、最初ピンとこなかったのですが、いろいろと考えた結果、私の密かな楽しみは仕事が終わって帰宅途中、乗り換え駅であるファーストフード店でポテトの L サイズ M では足りませんをクーポンで買い食べることでした、うん、自宅から勤務地が片道1時間半往復3時間かかるため、仕事後は疲労と空腹が襲ってきます。お家に帰ってご飯があるのですが、帰宅途中にファーストフード店があるとどうしてもその誘惑に勝てず、なので帰宅前にこっそりと食べるファーストフード店のポテト L が私の密かな楽しみです。もう密かなっていうか、なんかすごい分かるのが、うん、こうルーティーンしようと思ってないんだけど、はい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 、もうなんかその仕事柄ね、うん、あんまりこう決まった場所に毎日出勤みたいなのって僕ないんですよ、うん、そうですよね。だからなんか作りたくて、おお、ルーティーン、結構もう本当に、本当僕家にいるんですよだってね、曲も家で作れちゃうし、うん、ってことですよね。でもなんかその朝起きてさ、うん、仕事に取り掛かる前にさ、なんかシャキッとしないやん。したいね。だって家だし、家だしね、切り替えがね、うん、もうズルズル行こうと思えばどこまででもズルズル行けちゃうっていう。だから起きて、起きてコンビニに行き、おお、決まった味のおにぎりを買い、へえ、家に戻るっていうルーティンを一時期ずっとやってた時期がありました。へえ、出勤するじゃないけど、うん、なんかスイッチ入れるために変よね。だから一回朝起きて準備して家出てコンビニ行って家に出勤してるこれが俺の出勤だみたいな、ね、はいはいはい。そっからおにぎり食べて仕事するんや。いや、だから本当にそのラッシュというか、はいはい、で出勤されてる方はもう本当になんか何それって言われるかもしれないんですけど、うん、ちなみにあの家に出勤するじゃないですか、うん、あの退社もするんですか。退社はしないです退社も普通に家にいるだけ退社もう一回コンビニ行っておにぎり買ってそうはしない、しない、退社はしないね。全然退社はしない作ろっかな俺、あのタイムカードはい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 、いいやん。じゃないとなんか切り替えがね、うん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 、なーなーになっちゃう。なんか一時期はその、うん、結構そのレコーディング期間中とかは、はいはい、レコーディングスタジオにこう毎日行くみたいなルーティンは一瞬できたりするんですけど、うんうん、まあ、それもまあ期間限定だから夏休みみたいな、夏休み期間みたいな、うん、いや休みじゃないですけどなんか旅行みたいなちょっとね、プチ祭りみたいな、そうそう、感覚になるし、ね、そう、ライブツアーになったらやっぱいろんなとこ行くし、うん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 、ですごい忙しい時期とか毎回そのホテルでこう目を覚ますじゃないですか、うん、自分が今どこ何県にいるのかちょっと分からなくなる時期がなかったいや、あーでもあんま考えてないかもね。嘘、なかった、そういう時期パッて目覚めてホテルに起きてると、うん、ない。嘘、なんかもうホテルの作りってさ、うん、ビジネスホテルとかってさ、うん、大差ないやん。まあ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 、確かに確かに。最近はなんかいろんなさ、おしゃれな、なんか、いいやつとか出てきたけど、うんうん、大差ないやん。うん、確かに。パッて起きた時に、ここ、どこだ
みたいな。どこだってなる時期や。はあ。最近はないけどね。ああ。まあでも大体東京か大阪やったから、まあどっちかかなみたいな。ああ。私の場合は。俺なんかその九州全県とか。ああ、すごい。ああ、回って。回ったりすることがあったので。それでなんか。ああ、懐かしいな。どこやの。私もなんか昔そのアイドルグループ時代、うん、まあ、そのホテルみんなで泊まるんですけど、うん、シングルベッドに2人とかで寝てた。ええー、一人一人ベッドがなくて、もう何ひたすら安くあげる、うん、まあ、人数多かったっていうのもあるし、あるよね。なんかその確実にここシングルの部屋だろっていうのに、うん、意味わからん形をした、うん、あのベッドが併設されてるみたいな。あるね、あるね、あるある。絶対二人部屋なのに無理くり3人にされてるとかね。あったよね。なんかそれで部屋割りとかはいつも一緒なの？いや、なんかもう勝手に割り振られてる。おー、それなんか逆に密かな楽しみじゃない？あ、次誰やろみたいな、ドキドキだよね。俺らも毎回決まってたから。あ、4人のうちど分かれるの？一人一人なの？いえ、あの 2-2 で分かれることが多くて、はいはいはい、その双子は、うん、双子いるんですよ、僕のグループ、はいはい、だから必然的にあと2人なってくるじゃないですか、うん、双子は絶対一緒じゃ嫌。一緒じゃ嫌なんだ。絶対に嫌らしくて。そうなんだ。だからその双子との、1人と俺とかじゃないと、うん、へぇーって決まってた。何が嫌なんだろう。いや、なんかその仲悪いとかじゃなくて、うん、なんか2人ともその朝弱くて起きれないから、うん、どっちかがこう、うん、別れ、どっちもその双子同士にならない、なったら、うん、もう朝絶対起きれないっていうので別れ。そういうこと、うん、理由はそれ。確かに2人とも似ちゃうとね。そうそうそう、そっかそっか、とかだったね。懐かしい。はい、最後、あの東京の美穂さんから最後、はい、そして悟、日曜日はスタジアムでアビスパ福岡さんの応援ソング歌唱だね。見に行けませんが、それ頑張ってください。そして11月8日楽しみにしてますっていただいてます。ありがとうございます。さあ、1曲お届けしましょうか。はい、 HY で一番近くに。時刻は10時42分です。 JA 佐賀駅前スタジオからお送りしております、フリーク悟と原奈子です。さあ、今日のテーマなんですけれども、はい、密かな楽しみ、密かな楽しみ、やっぱね、多いですね、こんなメッセージ来てます、ビビリなサラリーマンさん、サトルくん、ハラちゃん、おはようございます。おはようございます、さて、メッセージテーマの密かな楽しみですが、コンビニの新作スイーツを食べることです。いや、スイーツ多いですね。多いですね。もうスイーツに限らず新しいもの好きな私です。今のおすすめは新作ではありませんが、コンビニの、チーズ蒸しケーキサンド。はいはいはい。おー、サンド？チーズ蒸しケーキサンド、お二人のおすすめはありますか？チーズ蒸しケーキサンド、何を蒸してるんだこれは。チーズ蒸しケーキを蒸してチーズでサンド。チーズの蒸しケーキをサンドにしてるんじゃないですか。あ、チーズの蒸しケーキをサンド。え、何を挟んでるんだこれは。チーズ蒸し。ごめんね、変なとこ引っかかっちゃって。すいません。そういうの変なとこ引っかかっちゃうんですよ。チーズが蒸してあるそのケーキが何かにサンドされてるんじゃないの。あ、わかんない。それで何かを挟んでるのかな。チーズを挟んでるってこと。チーズ、あ、チーズ蒸しケーキサンドだから、うんうん、3つ。あ、3品目。チーズ蒸しケーキサンドイッチみたいな。あ、そう、サンドイッチ。うん。あ、ごめんなさいね、リスナーの皆さん、あのどうでもいいこと話してますけど。どうでもいいですね、本当にね。チーズ蒸しケーキサンドっていう一つのものなんでしょうね。美味しそうですけれども、ただちょっと名前に引っかかっちゃったんですよ。僕は。分かんない。ってことはですよ、その理論からいくと、はい、チーズバーガーは、はい、チーズ肉、チーズ肉パンサンドやね。チーズ肉パンサンド。僕もね、あの某、ファーストフード店の、はい、チーズ肉、うん、パンサンドが好きなんですよね。ことですよね。そうですね、私はチーズ肉卵パンサンドが好きですけどね。ああ、わかりづら。とかね、
あ、グラタンパンサンドとかね。あ、グラタンパンサンド、グラタンパンサンド、なんやそれ。グラタンパンサンド。え、ないっけ、グラタンが挟まってるバーが。グラタンが挟まってる、あるじゃん。グラタンって挟める、挟める、挟める。え、それチゲ鍋挟んでるみたいな感じ。ドロドロだってグラタンって。え、大丈夫、挟んでるのあるもんだって。クリームシチューバーガーみたいなことよそれ。そうそう、絶対不可能。不可能じゃないんですね。もう下からダーイ。それ何やそれ。さあ、曲が流れてまいりました。こんな話題から言っていいのか、はい、この曲は、フリークの新曲ですね。我々フリークの新曲聴いてください。ミステリアスガールフレンド。さあ、ただいまラジオ JA 佐賀駅前スタジオより放送しています。原直子とサトルです。天寿くん、え、サトルです。いやいや大丈夫です。あ、大丈夫ですか。メッセージ本日は密かな楽しみで募集しておりますけれども、はい、ああなるほどね。ドラッドヘビドシさんからいただきましたよ、うんうん、密かな楽しみ考えたのですが、はい、番組に言えない楽しみだから密かだと思いました。お、まあ、言える範囲のやつだとキャラメルラテ味のコーヒーを飲むことです。軽い。言える範囲のやつ軽い。だから言えない範囲が本来の密かな、うん、楽しみ。言えないやつ全然送ってきていただいて大丈夫です。読むか読まないかはあのディレクターさんがチェックして、はい、全赤線を引かれるかもしれない可能性はありますが俺らはそれを見たいですね。見たいね、何やってんのか。いやいや、リスナーさんと一緒に楽しめないからもう、うわこれは言えないですね、言えないですね。メッセージだけ見てみたいな楽しみ方したいですけどね。したいですけどね、まあ密かですからね。だって楽しみって。ああ、これも来てますよ。はい、イマリのこたつ猫さんからいただきました。はい、原ちゃん、サトル君、おはようございます。おはようございます。先週の土曜日は劇場版鬼滅の刃を見てきましたが、はい、お二人はご覧になられましたか？まだです。今すごいブームになってますからね。うん、ところで今日のテーマの密かな楽しみですが、家内が寝た後に一人で見る DVD ですね。なるほどね。とは言ってもサトルくんが好きなムフフ系の DVD じゃありませんからね。あ、これが密かな楽しみですわ。なるほど。これだったら密かな楽しみですね。だったらね、うん、妻が寝た後にってわざわざ書いてあるから、なんかムフフ系っていいね。いいね、なんか直接的じゃない表現がこれだったのがすごい好感度もらう。ムフフ系。はい、こたつ猫さんが好きなのは、特撮ものだそうで、これってなかなか女性には理解してもらえないですからね。だから我が家ではウルトラマンもゴジラも家内が寝てからじゃないと、出てこれないんですよ。うーん、ねえ、見ますか。そうなの、特撮は確かにダメっていうわけじゃないか。あんまダメじゃないけど、もちろん見てはないか。見てはないですね。唯一私のメンバーがヒロイン役で出た、うん、あのレンジャー系の番組は見ましたけど。すごい。ウルトラマンとか特にうち女兄弟だったんで全然見てなかったです、ね、ああそうなんだ。でもなんか特撮ものを見たら全然寝れなくなりそうじゃない？なんで？え、だってバーンとか爆発するじゃん。なんかバンバンバンみたいな。特撮じゃなくても爆発はするよ。いや爆発するけどさ。え？え？そんなあれなの？刺激に弱い。コーヒー飲んだら寝れなくなるタイプ？寝れる。寝れるんかい？寝れるけど爆発はダメなんだ。カフェインより爆発がダメ。寝れんくなりそう。そう、うん、そんな爆発見てもそんなギラギラしないでしょ。しかも夢に出てきそう。爆発が。じゃあ原ちゃんは特撮を岡本太郎はダメですね。ダメですね。岡本さんすいません。じゃあ大丈夫ですか。あ、違う、岡本太郎違うか。あれ、芸術は爆発だって言ってる。違う、これ岡本さんじゃないの。いや岡本さんでしょ。合ってるです、ね、ボケるならちゃんとボケて。朝一式で行きますか。この後一旦、はい、CM です。さあこの時間はフリークサトルのただいま R&B ターン。さあ
ういきなり大きい声を出さないで、ね、スタジオの方を見ながらエコーをかけていただくようにチラチラと、見ておりました。さあ、この時間は R&B フリークの私、はい、サトルが展開するコーナーです。今回ご紹介するのはですね、はい、以前も、グループとしては紹介した、うん、ジャギドエッジ、ジャギドエッジ覚えてますよ、はい、なんですけれども、まあ今回のちょくくりとしてはですね、まあ、簡単に紹介すると、まあ、4人組のコーラスグループで兄弟がいてっていうような、もう本当に90年代を代表する、コーラスグループなんですけれども、まあ寒くなってきたというか、まあ、秋冬に、絶対僕個人的に聴きたくなる曲っていうくくりで今日は紹介していきたいなと思います。もうなんかその曲との思い出っていうか、なんか本当に秋冬になったらこのイントロが聴きたいっていう理由だけで今日は選曲します。もうそれだけです。イントロしかもイントロこれ聴きたい。あ、序盤でもあるミュージックビデオとかもあのメンバーがすごいあの結構ボアジャケットとかふわふわのジャケット着てる感じなんで、なんかあ秋だな、冬だなみたいな気持ちになれる曲なんで、曲自体も秋冬っぽいテイストなの。うん、そう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 。まあまあとりあえず聴いていただきましょう、はい。今日お届けする曲はこの曲です。ジャギドエッジでグッドラックちゃんという。なるほど、冬、秋冬やね。うん、まああの本当にこの曲は好きだった、まあ、大切な人に対してこう、もう最高だったと、もう君が、まあ、グッドラックチャーム、まあ、直訳すると、まあ、幸運のお守りみたいな、僕にとって君がみたいな、あ、なるほどね、っていうことなんですけど、まあ、最後ずっと See you my way っていうのは、See you、See you your my、 僕の大切な人、マイっていうのはもうあのマイ、もう僕のものみたいな感じで、マイはあの僕、私っていう意味なんですけど、マイはそのあなたって意味なんですよ、これは。だからずっとさよならさよならみたいな感じ、言ってほしくないけどみたいな、ちょっと切ない感じが出るんで、これすごいあの毎年聞いてますね。毎年っていうか、たまに聴きたくなる曲。なんかあるよね、そのシーズンが来ると聴きたくなっちゃう曲。うん、もうそれこそ私の夜の散歩の時に聴くテイストの曲だです。ああ、ぜひぜひお供ぜひぜひお供に。ジャギドエッジいいんすよ、グッドラックチャーム。ジャギドエッジの中でも結構好きな曲ですね。好きな曲いっぱいあって、うん、本当にいっぱい紹介したいんですけど、今日はこの曲をご紹介しました。ジャギドエッジでグッドラックちゃん。はい、以上ただいま R&B トークでした。さあメッセージ紹介していきたいと思います。はい、今日のメッセージテーマ、密かな楽しみなんですけれども、みどりさん、ラジオネームみどりさんからいただきました。原さん、さとるさん、おはようございます。おはようございます。今日のテーマは密かな楽しみ。昔は密かでもなかったのですが、今密かな楽しみになってしまったのが、休日前と休日のお酒です。先日の健康診断で一部の数値が異常に悪く、あら、お医者様から厳重注意をいただきました。あらららららら、思い当たる原因はどう考えてもお酒の飲み過ぎなのでそれまで毎日のように飲んでいたのを控え、休日前と休日だけにしています。まさかお酒が週末だけの密かな楽しみになってしまう日が来るとも思いもしませんでした。健康第一です。平日の食事は質素に、仕事が終わった金曜日の夜は少し豪華な酒の魚とただいまラジオの録音を聞きながらお酒を飲むのが1週間の楽しみです。で、あら、でもあのさっきね、あの1週1しか飲まないっていう方いらっしゃったじゃないですか。週1しか仕事で飲めない、だから逆にいいのかもね、楽しみ度が増すじゃん。俺もそうしよっかな。何を、なんかその週1とかにしようかな、飲むの。うん、今はエブリデイ？いや、エブリデイでもなくなったね。おお、
コロナ禍になってから家にいること多くなったし、はいはい、飲みに出ることとか付き合いとかも結構減ったので、そう、ね、もう全然飲まなくなりましたね。調子いいし。いいじゃないですか。じゃあでもなんかそのよく言うじゃないですか、お酒飲んでその歌手の人は歌とか喉とか大丈夫なんですかみたいな、うんうんうん、影響を受ける方もいますけど、僕は全く影響を受けないのであんまり気づいてないんじゃなくて、うん、だからお酒を飲まなくなったからとてその喉の調子がすごい良くなったっていうのは別にないないんね。特にないんです。あらららら、じゃあいいんじゃないですか。うん、いいですね。なんかそのそういう体のこともそうですけど、うん、その毎日やると薄れるじゃないですか。そうね、新鮮味もありがたみもね。だからこう1週間頑張って頑張って、うん、休日に飲むお酒。はい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 。だからもうあの、はい、渾身のクーが出ると思う。そう一杯飲んだ後の渾身のクーが出る。絶対普段こんな高い声出さない人も、高い絶対なると思う。それでもあるよね。だからその逆逆手にとってみどりさん、その楽しみ方をしましょう。あのさ、週末の渾身のクー、それ週末もあるけど、うん、あ何マラソンを私走った時に、あーはい、やっぱマラソンの途中ってやっぱ、まあ、水なり、うん、スポーツドリンクなり、うん、飲むじゃないですか、うんうん、ジュースは飲まないじゃないですか、うんうんうん、で本当体のこと考えると本当はダメなのかもしれないけど、そういうめちゃくちゃきつい運動が終わった後の炭酸ジュース、まあお酒でも、うん、あれよね。あー確かにね。よ、俺もマラソン走った時スポーツドリンクこんなに美味しいんだと思わなかった。味がする、味がするみたいな。味がする、そりゃ味はしますけど。なんかボディービルダーの方とかさ、はい、こう制限する、あの食事とか。そうね、めちゃくちゃしてるよね。ささみとブロッコリーしか食べてないもんね。そうそう、だからあの塩分とか控えるらしいんですよ。あー塩分も。だからそれにそれとかもうあのボディービルダーの方が大会終わった後に食べてるスイーツ、うん、らしいよ。やばいらしいよ。そりゃそうやろうね。なんか一瞬こうなんか、うん、あの体が溶けてなくなるんじゃないかって思うぐらいの衝撃らしいよ。へマジでやってみる。マジで、まあ、そこまで我慢したらの話やけどね。そこまで我慢したことないんで。我慢が大事なんかな、うん。でも私あの昨日健康診断受けたんですよ。お、生まれて初めて。ええ、それは嘘やろ。マジマジマジ。ええ、健康診断初めて受けた、はい、視力検査も初めて受けたってこと。いや、それはあるよ。その大学時代とかはその簡易的なさ、あ、健康診断ってほどじゃないけど、まあ一応そういう体力チェックみたいなやつは受けるけど、あ、びっくりした。まあ、そういうちゃんとなんか医療機関みたいなとこ行って検査するやつ、初めてやったんですけど、うんうん、その検査するときってあの朝ごはんとか抜いていくんですね。で昼過ぎぐらいだったから、うん、結構お腹空いてて、結構お腹空いて健康診断終わって食べた後のシフォンケーキの美味しさね。抜く期間少な。確かに今朝じゃん。今朝それ今日も体験できるやん。それ今日だってもうあの生放送バーってやって、うん、まあまあ朝さっきあのドーナツ食べたって言ってましたけど、うんうん、昼過ぎに食べるシフォンケーキ同じ味するよそれ多分。いや夕方だった、夕方、昼過ぎだよ夕方。じゃ夕方まで我慢すれば多分それすぐ味わえる。美味しかったと言った。本当に何がうまぐらいやろ絶対それ、うん、あうまぐらいやろ。いやちょっとあの、いやないや。そっか、そこまでならんとダメなのか、うん、ちょっとそのレベルまではまだ行ってないわ。このぐらい感じね。我慢しときましょう、はい、メッセージではこちらもご紹介します。お願いします。スズメンタマゴさんです。はい、サタルさん、ハラちゃん、おはようございます。休みの日、一人ゆっくりと日帰り温泉にとろけるぐらい浸かることが密かな楽しみです。なるほど、
先週はミカちゃんが紹介してくれたコスモス見に行きましたよ。あ、初めて見た黄色いコスモス、綺麗でした。帰っていくスキッピーとすれ違い、ミカちゃんに会えた気持ちになりました。うんうん、だって黄色いコスモスってあるんや。黄色いコスモスが、先週紹介したやつでしょ。あの、そうそうそう、のあのそばの花と一緒に見れますよ。写真で見た時はね、あのピンクとかね、黄色いやつなかったですね。うん、まあ、多かったですけど。ああ、日帰り温泉にとろけるぐらい浸かること密かな楽しみ。いいですね。僕もあの温泉好きなんですけど、はいはい、指がふやふやになるまで使っちゃいたいですね。ああ、ふやふやタイプ。ふやふやタイプ。最高ですね。私は今からはちょっと厳しいかもしれないですけど、この間私もそれこそ温泉行って、使ってる時に露天風呂みたいなのがあるところで、なんか、まあ、温泉だからもちろんみんな裸じゃないですか。で、なんかなんていうの、ビーチにあるようなさ、なんかビニールの何こう、ね、リクライニングチェアみたいなのが置いてあるとこありません？ ありますね。わかりますわかります。あのビヨンビヨンになるやつね。ビヨンビヨンにはそこはならなかったんですけど、みたいなのがあるところでとか、畳みたいなのが置いてあるところで、野外に。ああ、だからそこでみんなその、のぼせないように。そう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 。ゆっくり休憩スペースみたいな。そう、でもまあ、はい、もちろんさ、その布団とかもないわけですよ。はい。でさ、みんなさ、もうなんかバーンって感じで、寝てるからさ、いや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 と思って。え、なんで恥ずかしいの？いや、だって裸でさ、なんかペーンみたいな。どうなわけと思って、やってみたんよ。うんうん。百聞は一見にしかずと思って、めっちゃ気持ちいいね。やろう？うん。一糸まとわぬあの感じ。まあ女性だからいいですけどね。いいじゃないですか、男性もバーン。結構あれですよ、そのなんていうんですか。なんですか。下半身のところとか結構きついものありますよ。いや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 、それがいいんですよ。ああ、まあまあそれでも。俺家に帰って家の中で、はい、あのお風呂上がりに、まあ、服じゃないですか、うん、まあ、今は寒いからあんまやれないですけど、全裸でウロウロするのは好きです。なんで私逆に、あの T シャツとか着とかないと落ち着かない人。いやもう全裸でウロウロします。なんかさ、なんかさ落ち着かんくない？全裸でうろうろして、全裸でそのままソファーとかに座って、いや、お風呂上がりですから。うわ、これなんか俺今人に見られてたら、すげえ恥ずかしい。って思った瞬間に、服着る。じゃあ最初から着とって。でもなんか全裸で過ごしてる、俺。いやいや。全裸で過ごすぞ、俺。みたいな。全裸で過ごすことって、生きてる中で結構睡眠時間よりないじゃないですか、全裸で過ごすことって。いや確かにそうやね。絶対そうやろ。全裸で過ごしてる時間って人生でなかなか少ない。お風呂ぐらいだよね。だからなんかちょっとたまには全裸を楽しみたいな。あ、密かな楽しみですこれ。僕これ全裸で楽しむ。全裸時間を増やす。全裸時間ってなんや。全裸じゃあどこまで全裸でいけるかやをさ。どこまで全裸でいけるってどういうこと？玄関先とか。いやだ。そう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 、やけん、やばいやろ。やけんお風呂上がる、まあ、全裸です、で、まあ、歯磨きとか、もうなんかそのパックとかいろいろ終わってお風呂、あ、布団で寝る時も、まあ、全裸、まあ、それいけるやんか、朝起きます、顔洗います、で、服をそこでも着ない。あ、はい、カバンの中身とか朝ごはんも全部整えて、もう玄関出るって時にやっと服を着るみたいな。あ、はらちゃんをさっきの話忘れてるやろ。俺家で仕事するんや。そうなんだ。ずっと全裸で行ける。そっか、言ってしまえば。いやでもほらコンビニに出社せないかんや一回。ああ、じゃあそれなしで。最近やってないから。コンビニ出社なしで、うん、じゃあ全裸で、仕事チェアに座り、全裸で仕事し、全裸のままお風呂場に行ってお風呂に入る。ちょっと俺全裸で曲作ったことないな。どう作ってみてほしい。うわー、それめっちゃおもろいやん。なんかめっちゃ開放的な、本当に裏話の裏話なんですけど、これ全裸で作ったって。最悪やん。
絶対やだライブで歌うたびに、あーこれ全裸で作ったわ、それ言っちゃったら、それライブで歌うたびにそのお客さんが、うん、でもすげえいい曲だし、すげえ切ない曲だけど、うんうん、これ全裸で作ってるやんなるやん、絶対やだ最悪、絶対言わん。お祭りパーリーソングみたいなやつだったらいけるんじゃない、うん、お祭りパーリーソングで盛り上がっていくぜ、盛り上がっていくぜって言ってるのに、あーでもこれ全裸で作ったんやんなるやん、絶対やだやだ、最悪や最悪や、あーぜひ全裸曲お待ちしてます、最悪やさあここで1曲お届けしたいと思います、はい、モンドグロッソで惑星タントラ、クロージングナンバーはミス王者のリーをお送りしています。それではスキッピーを呼んでみましょう、ミカちゃん。はい、私は今神崎市に来ています。はい、はい、私のいる神崎市のお天気は晴れています、うん、とってもいいお天気です、はい、現在車の温度計では19度を示しています。風が強いので外に立っていると風がひんやりして寒く感じます。さて私が来ている神崎ではクリークで栽培されているヒシの実がちょうど収穫の時期を迎えているそうです。ヒシの実は湯がくなどしてそのままでも食べることができるんですが、収穫されたヒシの実は皮を今日ご紹介したお茶やお菓子として、そして中の実は焼酎の原料として使われているそうなんです。私はヒシの実を食べたことがないので、塩塚さんにどんな味がするんですかと聞いたら、ほんのり甘くて栗のような風味がするんだよと教えていただいたので、はい、私も食べてみたいなと思いました、はい、以上今日のスキッピーリポーターは荒垣美香でした。ありがとうございます。ヒシの実ね、うん、食べたことないですよ、うん、まあ、てかあのクリークで、うん、栽培してるんだね。クリークってあれですよね、あの堀みたいな、堀みたいなとこですよね、水ですよね、うん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 、え、そういうやつなの、木かと思った、俺も違うんだ、超興味ありますね。でも栗みたいな味って言ってたよ、うん、気になるね、気になる、のお茶ですからね、今日のお茶でしたね、気になるわ、気になる。ミカちゃんありがとうございます。ありがとうございます。でミカちゃんも天気いいって言ってましたけど、はい、手元の資料によりますと、向こう1週間は高気圧に覆われて晴れる日が多いそうです。いいじゃないですか。土日もね、降水確率土曜日は 0%、うん、日曜日は 10%、うん、もうね気候もいいしお出かけ日和ですね、本当秋の行楽日和、はい、お散歩とか行きたいな、こういう時に、うん、まあ、ハラちゃんは夜、いや昼も好きです。あ、そうですか、はい、さあ残りのメッセージ紹介していきたいと思います、ラジオネームおかてるさん、はい、サトルさん、なおこさん、はい、おはようございます、今日のテーマは密かな楽しみですね、はい、優等生的なことを書くと放送日の前日の夜にラジオへメッセージを書いている時です。なおこさんはご存知ですが、サイン入り写真などの、物販を申し込む時、はいはい、備考欄と書いて、うん、ファンレターと読み、うん、大量のメッセージを書きますが、うん、ラジオだと、いかに短くメッセージをまとめないといけないので一通につき3時間は考えています。すごい、かっこ本当は6時間じゃない1時間、いや結構それでも長いわ、長いね、皆さんのメッセージが面白いので読まれないと寂しいですが、また頑張ってメールを書きます、うん、ありがとうございます。ありがとうございますね。おかてるさんっていつも送ってきてくれますもんね。はい、ありがとうございます。おかてるさん、では次は面白いメールお願いします、だからそうやってあげるとまたもうおかてるさんが本当に3時間考えちゃうからねえ、ねえ、ありがたいね。ありがとうございます。おかてるさん、ありがとうございます。結構ね頑張ってね最近読もうとしてるんですけどね、うん、たくさんいただくので本当に、あれさん、よし、じゃあじゃんじゃん行こう。はい、じゃんじゃん。フラワーママさんからいただきましたよ。はい、サトルさん、今日も R&B の放送ありがとうございました。いえいえ、すいません、サトルさんの英語の発音が良すぎて曲名アーティスト名が聞き取れませんでした。ジャクトエッジグッドラックチャーでよろしいでしょうか。興味深いのでゆっくり言ってもらうと助かります。本当にすいません、素敵な音楽知りたいです。ちゃんなんて言ったらいいのかな。ジャギド
まあ、カタカナに直すとなんだろうね。ジャギドじゃん。ジャギドエッジかな。ジャギドエッジのっていうアーティストの、グッドラックチャームでいいかな。チャームか。多分チャームって言った方がいい。チャーム。グッドラックチャーム。グッドラックチャーム。これできっと出てくるはず。うん。カタカナ検索でいけると思います。うん、多分いけると思う。ジャギドエッジのグッドラックチャーム。こんなにはっきり言うことなかなかないですけど、うん、フラワーママさんがねわざわざ送ってきてくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。こっちもいいですか。水カステラさんからいただきました。はい、原ちゃんさとるくんおはようございます。私の密かな楽しみ、それはネットオークションです。お、しかし基本落札することはほとんどありません。あら、欲しいものがまだ値段が安いうちにこれで落札できたらめちゃくちゃラッキー的な金額で入札し、だって1円スタートとかあるよね。あるよね。うん、入札し、一時は、最高入札者、うん、になるんですが、うん、しばらくすると、うん、あの他の人に高値更新されてやっぱりかーってなって、うん、一連の流れは終わります。うん、この最高入札者になってる間の時間を楽しむだけなんです。しかし一度そのまま落札になって驚いたこともありました。ラッキーですね。ラッキー、そっか、そういうこともあるのか。ああ、そういう楽しみ方ね。それいいね。ああいいね。いいねいいね。1円の時に落札して最高落札、あのだってもうなんかオークションってさ、うん、マウントの取り合い。まあそうやね。俺が最高だ、うんうんうん、いやいや私が、うん、みたいな、その時の俺が一番だみたいなのを一瞬楽しむってことでしょ。うんうん。クレジットの請求1円で来るんかな。確かに。手数料の方が高いやん。手数料の方が高いね。いや、あるよ。だって俺もなんか、うん、あのなんか通販ですごいちょっとしたもの、部品みたいな、うんうん、あーでもあるよね。ネットだったらあるけどみたいな、うん、ネットでしか買えないみたいな、うんうん、そのパソコンとかその機材の部品買ってないけど、それがなんか300円ぐらいあって、電子かなんかで、うんうん、送料が800円。高っ。送料高っと思って。送料高いな。でもその通販でしか買えないから、うん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 、っていう。そうなるよね。なるほどね。いいね。それなんか本当本当言い方悪いですけど、人に言うほどでもない楽しみやね。うん。これが密かな楽しみ。それが密かな楽しみなんです。うん、言うほどでもないやつ。言うほどでもないっていう。これありますか？あー、いっぱいあります。いけるかな。じゃあ短いやつ。シュガーさん、はい、私はペットショップで熱帯魚を見るのが密かな楽しみです。わかる。飼うとしたら費用やお世話などなど諸々の手間がかかってしまうので難しいですが、たまに見に行くのであれば魚たちがゆったりと泳いでいる様子を楽しく見れます。わかる。疲れている時見に行ってみてください。きっと癒されます。ああ、わかる。てか俺それや、密かな楽しみ、うん、動物園に行けない時定期的にあのペットショップ行く。はあ、癒されるよね動物ってね。さあ、ちょっと紹介できなかったんですけれども、はい、名前だけ紹介しますね。はい、ラジオネーム小池キングさんからもいただいてました。ありがとうございました。あ、こちらいっぱいあるわ。塩塩みろみろさん、はい、じゅんさん、じゅんちゃんかな、はい、ふくろうさん、はい、ピンキーちゃん、ともみさん、ジャムお兄さん、舞姫さん、酒井さんからいただいておりました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、今週のテーマはですね、密かな楽しみだったんですが、はいはい、来週のテーマ、憧れの暮らしです。憧れの暮らし、憧れの暮らし、たくさんありますよ。もう豪邸とか分かりやすいのありますけど、僕が一番いいのは、はい、マンションの同じ階の人が全員知り合いっていうのが一番憧れの暮らしです。助けてもらえそう。でも変な格好で歩けなくない？うん、あ、逆にいいのか。それでそしたらもう全裸でもいけるからね。ワンフロア裸で、ワンフロア全裸でいきます。いや、今日もありがとうございました。ありがとうございます。今日のお相手はフリークサトルと原直子でした。ではまた来週。バイバイ。